はい、3684回始めます、2024年11月の20日ですね、う、は、る、いえー、と、はい、為替は1ドル154円ぐらい、まあそんなに大きくは動いてないですけどね、原、は、油、いね、価格69ドルかな、WTI っていうことで、これもまあ70ドル前後なんでね大きくは動いてないですけど、まあ今年は為替もね、あと株価も。 ね、アメリカで今どうだろう、ニューヨークでは4万3000ドル台、4万4000円前ぐらいじゃないですか、わかんないけど、見てないけど、うん、これぐらいでいくんじゃないかな、日経平均も3万8000円とかでしょ、おそらく、うん、これぐらいで今年終わるんじゃないのかな、はいうん、ということで、まあ世の中、割と落ち着いてるんだけどね、はう、いえーんと、3684回、これもうひどい話では泥棒なんだけど、玄米。 4,500キロ盗まれるっていうことで4,500キロって相当重いよねこれね4.5トンってことでしょこれ簡単に盗めるのこれ農家が収穫したばかりのこの米ねあの盗まれたっていうことですね朝日新聞からですね兵庫県警火災所は12日ねえ火災市内火災市ってあるのかなうん 市内の農業男性、77歳の農業の男性の方の倉庫から玄米約4500キロが盗まれたと発表したと。ね。署によると収穫したばかりの玄米約150袋、ね。一袋30キロ相当、うん。が倉庫からなくなっていたというのに、この男性が気づき、この日午後に駐在所に被害を届けてたということで、一袋30キロの玄米、 が150袋だからねえいやもう4 5 0 0キロだねこれ3 0キロで今1万円じゃ買えないでしょ3 0キロうんあ値段140万円相当って書いてあるねうん被害額140万円相当だから一袋をああまあまあまあちょっと計算間違ってあれだからあれだけど相当だねまあこのね被害に遭った男性ねうん この1年ね、ただ働きしたようなものだと、うん、ねあの、来年の農業への意欲が下がってしまったということを言ってます、そう、心折れるんだよね、これ、せっかく1年かけて作ってきた米、まあ、これ、おそらくこの男性ね、他にもやってるのか分かんない、大部分、あのなんだ、他、うん、たくさんある中の150袋、うん、だったのか、150袋作ったうちの150袋だったのかでもちょっと違ってくるけど、 まあおそらくこれ作ったの全部じゃないのただ働きって言ってんだからこの1年間ただ働きしたようなものだって言ってるんだからねえ1年間かけて育ててきた米でそんで収穫してねあと販売するだけだという段階で倉庫にしまってたらなんか鍵が壊されてたみたいだねその倉庫のうん鍵が壊されてとで侵入されたということ書いてますけどうんまあ 意欲下がるよね、これ来年もやろうとは思わないよねこんなことされちゃったら。うん、ねこれだからまあまあ付近でこの米の盗難が相次いでるってことでもないとね、うん、あの周辺でね、うん、盗まれてるってことでもないということですねだからこの,の男性がこのね米収穫してこの倉庫にしまってるっていうのが 知ってる人の犯行だと思うから、まあ、犯人これ捕まるかどうかわかんないけど、割と身近にいるのかもわかんないよ、これ。うん、ただ袋、4500キロでしょ、これ。盗むのはまあまあ、普通乗用車じゃできないからね、軽トラとかでは運べないから、4500キロなんていうのは。うん、まあん、ダンプというか、大型トラックというか、ね、まあい、 複数回に分けて運んでるのかもしれないけどまあ相当ねあの計画的にやってるんだと思いますよ割と身近にねこれ犯人いるんだと思いますようんその男性がねあの収穫したものがそこに入ってるとその倉庫に入ってるっていうのを知ってる人だと思うからはいということですあの米泥棒ねと最近 米の値段も上がったからほら、うん、令和の米騒動で、ね、今年米ね品薄になったりしたよねそれで新米価格も上がってるみたいだからねあのー、でもひどいね1年間収穫したもの、ね、こうやって盗まれるっていうのは本当心折れるよはいこういう事件なんか多くなってきてるね日本でね昔はあんまりなかったと思うよこれうん野菜とか米とかね農家から 盗むなんていうのはあんまり聞かなかったけど最近あるもんねこれねはい増えてますね治安悪化してます明らかに日本はい終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します。